ほい、早う飲まねば巻き返す手は他にないぞ。天下大吉。聴覚も怪物になっちゃうんだな。うわ、むっちゃ痛い。ダメージ、まあまあいいダメだ。いって、キャッチボールしようぜ。ここや。あ、いかん。この時にシュラフやればよかった。忘れとった。何か仕掛けてくるぞ。シュラフ忘れとった。まずい。あー、タイミングミスター。はい、復活頑張って。あ、シュラフできん。おっしゃ、火力強くなったね。やっぱアンド、これも使っとこう。バフ強いな。キャッチボール。来た。おら、もう一回か。貴様死ねえ。オッケー。やったぜ。シュラフ様様でした。ありがとう。ああ大変。お見事。わしも遅れは取れんな。ああ、バフのありがたみが分かりました。討伐の手柄はお主に持っていかれたな。ん？だ。面妖なやつ、何者だ。攻撃力上げただけで違うね。生々しい気を。おお、貴公、あの気を見てもおじぬか。義勇兵にしておくにはもったいないな。孫権の神獣が手に入る。我ら孫権、竜と競り合う力備えし虎の一族。その地に宿すは時代を切り開くに足る僧。あの悪しき気はいずれ我らの行く手を阻むで。わしか、それとも公的主たるお主か、どちらが先に世を包む闇を切り裂くか見物だ。いやー、かっこいいなムービー。虎白虎
曹操殿にも知らせねば。うん、一足先に戻るぞ。気の乱れはあの男のせいなの。急いで老師様に知らせないと。一緒に来てくれる？もちろん。